ヤマニンスキーは、日本の競争馬。中央競馬での競争生活中は、条件クラスにとどまり目立った成績を残さなかったが、種ボ馬として、GIQ 競争2勝の八重の無敵や、優秀品馬優勝馬ライトカラーなど、8頭の重賞勝利馬の父となった。一歳年下の判定に7勝を挙げ、本馬と同じく主ボ馬となったヤマニンボールドがいる。母。 アンメンショナブルは、北海道苫小牧市に本郷奥西木岡牧場が1975年にアメリカから輸入した。購入時点で、イギリスのクラシック参観馬、ニジンスキーの子を宿しており、同年4月28日に持ち込め馬として、本馬が誕生した。1978年、牧場と関係が深い調教師、浅見国一の元に入厩。当時、父ニジンスキー。 母の父バックパサーという同じ血統構成を持つ一歳上のマルゼンスキーが圧倒的なレースぶりで連勝を重ねており本場にも大きな注目が集まっていたしかし搭載時に痛めていた腰の状態に不安を抱えデビューは遅れた同年9月にデビューを迎えたが腰の状態がかんばしくなく連敗を続けた翌1979年4月に通算7戦目で初勝利 この勝利も含めて、当年3勝を挙げたが、年末に骨折し、休養を余儀なくされた。翌1980年春に復帰、初戦を5着とした後、2戦目の地方競馬機種、招待競争で4勝目を挙げた。この時起乗した安藤勝美は、これが中央競馬での初起乗、初勝利であった。続く条件戦にそうに、1着とした後、脚部不安を生じて、 秋まで休養、復帰初戦として、初めて出走したオープン競争で後方から追い込んで4着、翌週連投で臨んだ、条件戦では、先行作から2着となった、本格化かとも目されたが、この後に、脚部不安が再発、以後復帰することができず、1982年に、競争生活から引退、西木岡牧場と、同族経営の山人弁牧場で、種ぼばとなった。 デビュー前から成績の良費に関わらず、シュボバ入りの予定はあったが、同場長の同意英二は、腰の不安から体制できなかった点について、能力は間違いなくあっただけに、少し残念でしたねと語っている。先に種ボバ入りしていたマルゼンスキーが、種ボバとして成功を見せており、本馬は、その大体シュボバとして、初年度から32頭、翌年には68頭の後輩相手を集めた。 相手品場の質は高いものではなかったが、初年度3区から有馬記念3着など、オープンクラスで出走を続けた橋健エルドを出した。1988年には3年目の3区である、八重の無敵が、サツキ賞を制し、3区の重賞初勝利を、クラシック競争で挙げた。翌年もライトカラーがオークスを制し、マルゼンスキーの代用という位置から内国産、有力守護馬の一頭となった。 以後もコンスタントに重症症リバを排出して人気を保っていたが、1998年の後輩シーズン直前、生殖能力を確認するための試験種付けの途中で突如転倒し、胸椎を骨折して死亡した。24歳。遺体は山人弁牧場の高台に埋葬され、牧場内に墓が混流されている。父は種母馬として世界各国で活躍場を排出した。 母は6戦未勝利であるが、祖母ペティコートは11勝を挙げており、重賞での勝利こそないが後に G1 に各付けられた、レースなどで8度の入着経験を持つ。なお、母アンメンショナブルは、山人ボールドを出産した年に死亡したため日本では、メス系が現存していない。ありがとうございます。